上雄貴、55が主演映画劇場版緊急取調室ザ・ファイナルを宣伝するために出演し、タイツカ放送のテレビ朝日系、帰れマンデー見っけたい。月曜午後7時の内容の一部がカットされた。原因は、歌舞伎俳優の市川猿之助、47の救急運ぶ総事件で映画自体が公開延期されたためだ。天海は過酷ロケに参加したにもかかわらず、肝、心の部分がカットされ、胸中は穏やかではない。天海は、帰れマンデーの人気コーナー、バスサンドに、パフューム歌詞、ゆか、緊急取調室で共演した俳優の鈴木、康介と一緒にゲストとして参加した。天海と鈴木は映画、歌詞ゆかは、パフュームの最新 DVD のそれぞれの宣伝のためだった。バスサンドは番組レギュラーのお笑いコンビ、サンドウィッチマン、伊達美、清、富澤たけしがゲストと共に全国各地を路線バスや徒歩で巡るロケ企画。5日放送では静岡、裾野の市を回った。バスサンドに初出演だった天海さんはロケの途中、緊急取調室を宣伝しましたが、この部分が全カットされました。テレ朝関係者映画キャストの一人の猿之助が救急搬送される事件が起き、映画の公開延期が1日発表されたためだ。天海さんは宣伝できず、結果的にロケに参加しただけの形。局内からは無駄足、ロケゾンと同情されています。どうかしゆかは、最新アルバムを宣伝し、5日の放送でも当然カットされなかった。天海が無駄足、ロケゾンと言われるのには理由がある。今回のロケは朝から夜までかかり、過去に比べて長丁場だったからです。天海さんたちは、裾野市を20キロ周遊。番組側も過酷旅と銘打ったほどでした。どうざる、これすけの救急搬送事件が起きたタイミングも最悪だった。ロケが行われたのは5月17日だったんです。猿之助さんが救急搬送されたのは翌18日。事件後にロケが予定されていたら取りやめにできましたが、天海さんからすれば過酷ロケの疲れが抜けないだろう。翌日、まさかの事件に見舞われた格好で困惑していたといいます。無理もないでしょう。ロケでは地場グルメに舌鼓を打って喜んでくれましたが、同展開はロケ中、歌詞ゆかか、ダパフュームの中の良さを聞かされ、やっぱり中って大事ですねとしみじみ語った。ロケを通して芸能界での交流の大切さを再認識したようだが、共演した中だった歌舞伎俳優がその翌日、前代未聞の事件を起こすとは思いもよらなかっただろう。